東京ダイナマイトのボケ担当。また、ドラマや舞台で俳優としても活動している。本名は、杉大輔。もともと、名古屋で、青木さやかを含む5人組ユニット、温泉こんにゃく、アクロバットショーで活動していた。それ以前には、素人として、中京ローカルの番組、電波結社バババ団に、M&M というコンビで出演し、 フォークダンスでシュゲコ坂と合同コントを披露していたことがある。2001年10月、ピン芸人として爆笑オンエアバトルに一度出演し、425キロバイトでオンエアを獲得。その時に披露したネタは、エアウォーカーを使用したもの。当時は、リクターランドに所属。2001年12月に、東京ダイナマイトとして、蜂蜜二郎とコンビを結成した。 相方蜂蜜次郎とは、青木が松田を紹介する形で知り合った。東京ダイナマイトのコンセプトに合わなかったため、実現しなかったが、青木は自分も加わりトリオでやりたかったという。2008年6月20日、松田が所属する東京ダイナマイトが、キングオブコント2008開催記者会見場で、オフィス来たのをやめてきたと電撃発表し、その後フリー宣言を経て、 同年9月5日にオスカープロモーションと契約した。松田は広告契約の関係からすぐには退社できなかったが、2009年3月に退社。はちみつも3月15日にオスカープロモーションを退社し、2009年4月、コンビ揃ってフリーとなる。2009年8月24日、公式ブログで吉本クリエイティブエージェンシー所属になったことを発表。 身長1 7 8トル体重7 7ラム血液型は、大型、趣味、特技は、サッカー釣りスノーボードキックボクシング。大垣日本大学高等学校卒業。2016年8月14日より、岐阜県伊比郡大野町観光大使。2007年6月5日に、今後人の血を低くオーターの一般女性と結婚した。 同年12月6日、第一子である男子が誕生したが、2011年に離婚した。自身が出演するラジオ番組、あっぱれやってまーす。で、このウィキペディアページを充実させるためのコーナーが設けられたが、嵐行為と判断されるような編集が続き、当ページを永久に編集できなくなる危険性が生じたため、急遽ツイッターのフォロワー数を増やすコーナーに変更された。 2020年1月28日放送のあっぱれやってまーすで一般人女性と再婚したことを発表した。婿養子となり本名が杉大輔となったことも公表した。ありがとうございます。